渡辺洋介は日本のプロレスラー。リングネームは洋介サンタマリア。プロレスに興味を持ったのは中学2年生の時、WWE のテレビ番組を見たことから。特に、レイ・ミステリオの大ファンとなる。そして、高校進学しレスリング部に入部。高校2年の時にはユニット、ミレニアルズの同志エータとの対戦の機会があったとのこと。そして、 高校卒業後は、プロレスラーになると決意していて、ドラゴンゲートの門を叩く。2011年5月30日兵庫、ドラゴンゲートアリーナ大会、ドラゴンゲートネックスにおける対スペルシーサー戦にて、デビュー。当初は、ドラゴンゲートネックスを拠点に活動。2012年4月19日、神戸三宝ホール大会で、覆面レスラー、超新流に変身して登場。 高木慎吾とヤマトにより結成された新ユニット、赤月赤月マイナスに参加した。2013年8月1日、高楽園、ホール大会のメインイベントで、赤月とマットブランキー、解散、コントラ、解散歯車マスクハギー、お赤身切りマッチ5から4ハンディキャップ、2カウントホールマッチ時間無制限1本勝負、高木慎吾サイバーコング超新竜&、 富永先後 VSBB ハルクヤマト&、戸沢明クジー問題流線が行われ、28分6秒、戸沢のパッケージジャーマンスープレックスホールドで、超新流が敗北し、暁は解散。三代目超新流はマスクを剥がされ、正体が渡辺洋介であることが白日の下にさらされた。それ以降は、素顔で、元三代目。 超新流渡辺洋介と改名して活動。2013年10月26日、A タたちのユニット、ミレニアルズ入りを志願し、加入が認められ、11月3日の大阪大会で、洋介サンタマリアに改名し、オカマキャラとなった。セコンドで登場する際は、特徴のある変わったサングラスをつけて登場する。2014年3月1日、 堀口元気の持つオープンザブレイブゲート王座に挑戦したが敗北。2015年5月27日、女子プロレスラー加盟の自主工業にカナプロマニアに初参戦。9月15日、カナプロマニアパルスに参戦。10月17日、女子プロレス団体アイスリボンに初参戦。11月1日、ミレニアルズ解散に伴い、メキシコ風のコスチュームから美少女戦士。 セーラームーン風のコスチュームで登場。2016年3月5日、オープンザブレイブゲート王座を初体感。歓楽寺までベルトのデザインを自身しようにデコレーション。ありがとうございます。